注水用の貯水タンク。注水道とは、生活排水や産業排水を処理して、循環利用するものを指す。雑用水とも呼ばれる。その用途は、具体的には水仙トイレの用水、公園の噴水など、人体と直接接しない目的や場所で用いられる。浄水と下水の中間であることに由来する言葉。都市部をはじめとする人口の集中地帯では、 上水道の新規水源の開発が効果となり、建築物の集中により、下水道の容量が不足してきた。また、都市下の進展での田畑や、緑地の減少により、雨水の地中浸透率が減少し都市型洪水が発生するようになってきた。排水量の減少と雨水の一時貯留が求められるようになり、そのために大規模都市開発の時に、雨水浸透施設ともに、 水再利用施設としての注水道設置が義務付けられるようになってきた。大雨の時の流出量や浄水の使用量などの減少で周辺環境を改善する効果が期待されている。すでに普及している浄水道と異なり、管路網などの送水設備を整備する必要があり、使用用途も限られるため、スケールメリットに劣り、高コストとなりやすいなどの問題があるため、一部、 大規模施設内における設置及び運用を除き、現在のところほとんど普及していない状況にある。浄水とは異なり、塩素などによる消毒がなされないことや、飲用水などに適する水質の基準が満たされないこともあり、人体に直接触れる恐れもあるため使用できない用途も発生する。付属金具に関しても同様。などなど便器洗浄水は、濁度の基準はない。 その他の基準残留塩素基準、有利残留塩素は 0.1ppm を保持。注水の通水試験。2008年版建築設備定期検査業務基準書。国土交通省住宅局建築指導課監修。編集、一般財団法人日本建築設備、商工機センター。ありがとうございます。